ゼリスカさんが言ってたキリトさんとアスナの偽物が出ているエリアはこの辺りね。キリトとアスナの偽物、やっぱりクレハやイツキの偽物みたいにちょっぴり変だったりするんでしょうか。あれはあれで私なの。ちょっと昔の私だったってだけで。それはともかく気になるわね。偽物は GGO 歴の長いプレイヤーのコピーなんじゃないかっていうキリトさんの説、外れてたのかな。キリトもアスナも GGO を始めたのは最近なのです。元々の条件が違っていたのか、他にも何か条件が必要なのか。もしかしたらキリトたちのコピーにはクレハたちのコピーとは違うところがあるのかもしれません。そうね、とりあえず直接確認しないと。二人とも強いから戦闘になったら苦戦しちゃいそうだけど。え、私？まあもちろん頼りにしてくれてもいいわよ。ちゃんと守ってあげるし。マスター、私もマスターを守りますよ。気を引き締めていくぞ。発見した。強い。注意しろ。クリティカルだ。クリティカルだ。ヘッツ。食らいなさい。当ててみせる。すごいのです。注意しろ。マスター、トレジャーボックスです。アハシス、発見。やっと本当にやるつもり。決まったぞ。目を閉じてくれ。ヘイトが集まっているぞ。クリティカルだ。決まったぞ。クリティカルだ。セリフか。やれたのか。キリトやアスナを誘わなかったのですか？
った方がいいのでは？今回みたいなことに直接関わっちゃうと悪目立ちしていろいろと困ることもあるでしょ。ほら、あんたがレイちゃんと会った後みたいに余計な噂とか絡んでくるプレイヤーとか。もう、あんたって。とにかくキリトさんやアスナより先に私たちでさっさと偽物を片付けちゃいたいの。でもキリトたちも多分すぐに自分の偽物を追いかけると思うのです。そうなのよね。あの二人のことだから間違いなく自分たちで追ってくるわよね。というわけで時間があまりないわ。さっさと偽物を見つけるわよ。クレバがいました。キリトがもう追いついてきました。悪いな、すぐに終わらせるよ。レイちゃん違う、あれは本物のキリトさんじゃない。多分レイの偽物よ。本当ですか？大変です、マスター。キリトの偽物と戦闘開始です。グレネードだ、グレネードだ。ここは仕切り直しだ。あ、待て、逃げるな。逃げちゃいました。ってことは私たちの勝ちなのです。そうね、あの光景を修理するまでは偽物のキリトさんが他のプレイヤーを襲う可能性は低くなったんじゃないかな。そうね、私や五木さんの偽物よりずっと強かった。放っておくともっととんでもない騒ぎになっちゃうかも。レイちゃん、さっさとあの偽物を追おうよ。